セバスチャン・エラールセバスチャン・エラールはフランスのピアノ製造技師であり、ピアノメーカー、エラール社の創始者である。1752年、フランス・ストラスブールに生まれた。子供の頃より、機械に興味を示し、建築学、機化学、製図法などを学んでいたが父が他界した後、16歳でパリに出て、チェンバロメーカーで働いた。最初の職場ではその類い稀な技術力を、 発揮していたが、弟子と師匠の立場が逆転するまでになりその理由で解雇された。次の職場では、師匠がセバスチャンの技量を見抜き、チェンバロ制作の全てを任せていた。しかし、師匠の代わりに楽器を制作するというのは、当時の職人たちのモラルに反し、顧客を通じてこのことが世間に知れ渡るが、逆にそのことで、セバスチャンの名前も広く知られるようになった。 このことがきっかけで、ブロワの公爵夫人がパトロンとなり1777年には、最初のスクエアピアノを制作しピアノ製作者として、名声を高めていくが、同時に、周囲の厄みに、愛同業者の組合から外されてしまった。当時、組合から外れることは職を失うことを意味し、セバスチャンは、ピアノ制作を続けるため、マリー・アントワネット王妃のためにどんな歌も異常せず、 同じ音域で歌えるトランスポージングピアノを検定したところ、ルイ16世から製造許可の特面状が発行された。しかし1789年にフランス革命が起き、宮廷側の人間が処刑にされる中、危険を察知したセバスチャンはイギリスロンドンへ渡る。そこでもさらに楽器制作を学び、ピアノとハープの研究をし続け、1792年には、 ロンドンで工房を設立した。その後、フランス革命が去った1796年にパリへ戻り本拠地を移し、イギリス式アクションのピアノに改良を加えた最初のグランドピアノを制作した。イギリスでも、格好たる地位を築いたエラール社は、ロンドンとパリの工場を互いに連携を取りながら、ヨーロッパの名だたるピアノメーカーへと栄えていく。また同年には、 彼の後継者となる、老いのピエール・エラールが生まれた。1820年から1830年にかけて、セバスチャンとピエールは、現代のグランドピアノの原型となる、レペティション機構の特許を取得するなど、数々の画期的なピアノの改良を共同で成し遂げている。1830年に、フランス7月革命が起き、その際に破壊された、パリのチュイルリー宮殿にあったオルガンの修理を、 最後の仕事として命ぜられたが、その修復の完成を待たず、セバスチャンは1831年8月5日に、この世を去った。セバスチャンの死後も、エラール社のピアノ事業は、ピエール・エラールらによって引き継がれた。ありがとうございます。